こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。配備目前となっていた ASM-3 対艦ミサイルだが、ここに来て今以上の開発へとシフトすることになってしまった。さらなる国産対艦ミサイルへと変貌を遂げることになるのか。いずれにしても高額となる ASM-3 対艦ミサイルの今後と現在の開発に携わった両方向から見ていきたい。それでは本編スタートです。2019年3月に開発は完了していたものの、実戦配備を迎えることなく、さらなる射程距離の延伸を目指す開発を行うと発表され、物議を醸したのが、国産の空対艦ミサイル AMS-3 だ。この空対艦ミサイル AMS-3 は、その飛翔速度がマッハ3という超音速ミサイルであり、現行の F2 戦闘機への実装を想定して当初は製造されたものだった。AMS-3 が超音速であることの必要性については賛否両論がある状態だが、今回異例とも言える再開発が発表されるに至った原因は、その有効射程に起因していた。従来型の空対艦ミサイル AMS-3 は、およそ 150km から 200km の有効射程を持つものであり、ステルス性能は有しておらず、実装が予定されていた。F2 戦闘機も同様のノンステルス機だ。開発当初は、この有効射程でも仮想的国である中国海軍の艦艇への有効性が見込まれていたものの、近年これを上回る長射程の艦対空迎撃ミサイルが登場したことが問題視されたのだ。中国海軍が実装を始めた迎撃ミサイルは HHQ-9A と HQ-16 という2種類の艦対空ミサイルであり、この対空防衛力の多層化を打ち破るために、AMS-3 の射程延伸の必要性が生じたといえる。これら中国海軍が配備する HHQ-9A と HQ-16 の射程に関しても複数の見解があるようだが、最大でおよそ 200km とも現割れ AMS-3 の 150km から 200km を無効化する可能性が指摘された格好だ。そのため、今回明らかになった空対艦ミサイル AMS-3 の再開発では、有効射程を 300km から 400km に延伸することを目標にすることが掲げられたが、ステルス性がないことは変わらなかった。AMS-3 の射程延伸型が完成した場合、実装する戦闘機は、現行の F2 戦闘機であることもに変更はないが、いずれ退役を迎える同期の後継機への実装も視野に収められている模様だ。ただし、AMS-3 自体の大きさから前述のようにステルス性を持たせることはできず、仮に今後の戦闘機がステルス機になった場合でもウェポンベイへの収納もできないと考えられる。よって現在想定されている中国海軍艦艇の迎撃可能な距離外から攻撃を仕掛けるほか、母機である戦闘機がその対空防衛力から逃れる手段はなく、そのことへの疑義も囁かれている。
ちなみにアメリカやフランスでは、超音速空対艦ミサイルの兵器としての有用性に見切りをつけ、日本がわざわざ国産の空対艦ミサイル AMS-3 にこだわることへの反論を呼ぶことにもつながっている。ただし、日本では F-35 ステルス戦闘機のウェポンウェイに収納可能でかつ、本体もステルス性を持つノルウェー製の空対艦空対地ミサイル JMS の導入も決定している状態ではある。この虚しく対艦空対地ミサイル JMS は空対艦ミサイル AMS-3 とは異なり、速度そのものは音速であることから、その部分からも攻撃手法の複合化にはなるということができる。また2016年に台湾海軍が行った解析では、 F2 戦闘機1機あたりの最大喧嘩数2発の AMS-3 を、4機8発を中国海軍の 052D 型駆逐艦に発射した場合、迎撃不可能という結果も出されている。こうした点を踏まえ、F2 戦闘機やその後継の戦闘機、また現在の主力戦闘機であり延命措置が講じられる可能性の高い F15 戦闘機などへの AMS-3 改良型の実装も期待する声も多い。その反面、アメリカの主力の対艦ミサイルは速度こそ亜音速だが、射程距離は AMS-3 改良型の倍にも相当する 800km にも及び、敵艦艇の遥かか対応外からの攻撃を行える性能を持つ。また、ここまで長距離の射程で無くとも F-35 ステルス戦闘機に実装される空対艦空対地ミサイル JMS は、そのステルス性ゆえに同じく敵の防空網を無効化可能だと指摘する向きも多い。ただ、この場合も母機となる戦闘機、つまり F-35B 戦闘機を回収、大江田護衛艦出雲加賀で運用する必要があることから、今しばらくは時間が必要だろう。すでに配備が開始されている F-35A ステルス戦闘機はもっと早く JMS を実装できそうに思われるが、この場合も機体の航続距離から日本全体のカバーは厳しいことが予想される。どちらにせよ、近代戦においてはミサイル単体の性能というよりも、敵の位置を的確に捕捉し命中まで導く情報連携の仕組みが最重要な課題と考えられる。すでに艦船の物理的な量では中国海軍の数に太刀打ちができない状況下において、いかにこうした電子戦で優位に立つかがポイントだとも言えそうだ。AMS-3 は、そのマッハ3という驚異的な飛翔速度を実現するために、ラムジェットと固体ロケットという2つの推進力を合わせ持つ構造が採用されている。そして、これを敵目標へと正確に誘導するためにこちらも、アクティブとパッシブの二重のシーカーを用いており、高い命中率を達成するよう設計されている。こうした技術的な面からも製造に要するコストが割高であることも事実であり、費用対効果の面から一部にその開発を危惧する声もささやかれているのが正直なところだ。